滝沢市山荘踊り保存会として結成されて、46年ほどになります。踊りに関しては遠い昔からというふうにしか伝えられておりませんけれども、ものすごくしなやかな踊りで、よしゃれ崩しでありとか組踊りといわれる手合わせ、そして最後に踊ります礼踊り、礼踊りに関しては花笠を取って手に持って踊るという特徴があるあります。よその団体にはない特徴があると思います。Bye.
コマ踊りは馬の放牧をする時の動作を踊りにしたものと言われております。江戸時代になりますけども、子どもたちの竹馬遊びが集団化してこの踊りになったと言われております。踊りは4つに分かれておりまして、北野で馬が動く様を踊りにしております。4つに分かれているうちの1つが、最初に牧野にゆっくり歩いていく様子を踊っておりますし、2番になりますと牧野について馬がのびのびと動き回る仕草を踊りにしております。それで3番になりますけども、3番の方は、一生懸命こう動いたんで喉が渇いたということで水を飲む仕草を踊りにしております。そしてあとは水を飲んで、今度はもうますます元気になって、野山をこう駆け回るというところの踊りを表現しております。で最後はもうそろそろ、自分のうちに、行こうというところでゆっくりこう歩いて、最後は整列をして踊りが終わるという構成になっております。6月の第2土曜日になりますけども、チャグチャグ馬コがございます。そのチャグチャグ馬コを奉納するのが
総前神社、鬼越総前神社になりますけども、駒踊りはちゃぐちゃぐ馬子が出発する前にですね、神社の方で奉納舞ということで、毎年踊らせていただいております。川前神楽についてはですね、大体200年ぐらい前から始まったようなんですが、地区の名前を取って川前の、名前になっていました。大体、60年ぐらい前から、その当時頑張った人たちが中心になって、みんなに呼びかけて、やり出して復活したのが今の川前神楽の状況です。取り舞というのは一番最初に踊られる演目というのはもう決められてまして、その天の岩と開きの表現をしているというふうに言われて、我々は今それを踊っている状況です。彼と祝い申す祝い
さあやふる神の御草の昔よりひさかれと祝い申すかの大きななりはいよいよさあはいよいよさあについてなんですけども他 の, あの神楽さんはあの結構大きなというと激しい踊りなんですね。で我々は脳に近いゆっくりな踊りになってます。この大きなっていうのはまず自鎮祭をやって打ちを立てます。で周りにいっぱい木を並べて繁栄させて、7代に伝えるまで繁栄させるそういうふうな祈願をしたっていう踊りで、秋名っていうのをうちらは待っております。あれに見ゆるし候ゆつり場の松松かや先に生えしや沖縄や先に生えしやいざさら入れて星比べ泉州の姫小松はどっこいしょ水晶の柱を立て並べはどっこいしょい大地は動きたもうともよもやこの殿はたじろぎたまわずざんざら石の岩尾となりて苔のふすまに現れたもうめでたさよしのぎ神楽の場合はですね主に神社の奉納舞として待っております。三本荒神三宝荒神様という字を書きますけれども悪霊を沈めてそして、落ち着いたならば今度は面を外して扇とか刀で舞い
で王子姉妹は舞手が権現様に入る許しを得るために待って幕に入ります。しのぎの獅子舞の特色は幕に入った時に神楽衆が4人ぐらい入ります。中に音幕が膨れます。悪霊、悪魔、悪霊に見立てた扇とか、それから青ヤギを食わせます。そして最後には自分も食われてしまう。そしてその後に浄化して吐き出す。できるだけその我々の舞の質を高める、そして幅広くしのぎ神楽の良さというか歴史というものを理解していただけるんであれば講演会に入っていただくというような形で、とりあえず講演する機会というものを設けていきたいなと思っています。別してご当地五穀満作のため遠方より若い者どもより集まりて田植えのものまねを御目にかき上げるようにでございます。
春先の農作業から秋の刈り取りまでを、まあ、各踊り子ごとに表現した踊りになっています。演目によってあの持つ道具が変わっていくという、まあ、綾とか扇、ささら、土地金で、あとは、まあ、余興的になりますけど、刀も使っています。小止めだずな、これより本庄一の皆口より十七をかけて上でもくれろ小止めだずな、そこで表紙を頼みます。小止めだずな、あまり休んでおるものでなし、これより打ったって上でもくれろ小止めだずな、そこで教師を頼みます。
そうですね、私はあの伝統三叉を継承しておりますので、今まで45年、これまだあの短い方だと思います。これから50年60年100年とこの伝統を、受け継いでいきたいというふうに思っています。コモ踊りが好きだ、やってみたいという方がいればですね、もう遠方であろうとですね、来て、入っていただければと思っております。これから若い人たち、あのどんどん少しずつ増やしてね、なんとかこのまま続けていければいいなというふうに思ってました。後継者を育てていかない、次につながる人間を育てていかなきゃいけないっていうのがね、一番の私どもあの会員の使命だと思ってますんで、まあ、子どもメインの方でやってますので、まあ、これからも、まあ、子どもたち絶やさないように、まあ、勧誘して、まあ、ずっと長く続けていけたらなと思っています。